叫べ、強くなれなくても。涙振って、歩いて行け。今回は映画も公開中の、鶴音、風舞高校弓道部を紹介します。鶴音は高校で弓道の団体戦に挑む、5人の男の子たちのストーリーです。主人公なる宮湊は、小学校の時に母と一緒に、弓道を見に行った際、美しい鶴音、鶴音を響かせたいと思い、自身も弓道を始めます。そして、実力をつけた湊は、中学で団体戦のメンバーに選ばれ、県大会決勝まで進みます。しかし、大会の最中、無意識に矢を放してしまう、早やけ、になってしまい、それが原因で的に矢が当たらなくなってしまいます。高校に進学した湊は、幼馴染の竹早聖也と、山の内良平から、弓道部へ誘われ、再び弓を引きますが、早やけ、放っておらず、矢は的まで届きませんでした。弓道部からの帰り、自分の思いを書き消すかのように自転車を漕ぎ続けると、その先で弓の名手、滝川正樹、通称正さんに出会います。まるで、鶴音に導かれるように。鶴音の魅力は、まず京都アニメーションが誇る、作画の美しさです。1話ラストでの、正さんが弓を引くシーンでは、綺麗な月明かりや風で舞う桜の花びら、そこを矢が一直線で放たれ、その美しさに場にいた湊と同じように、見とれてしまうシーンでした。弓道を知らなかった自分まで、引き込まれるくらい作画や音が素晴らしいです。ですので、自分のような弓道、未経験の人でも楽しめる内容となっています。また、キャラクターの心情が丁寧に描かれ、特に試合中の不安や恐怖は、こちらまで緊張感が伝わってくるようでした。そして、不安や恐怖、などの自分自身の脆さが、各々のキャラクターの視点で描かれ、そのことを見つめ受け入れ、成長する姿がこの作品の一番の魅力だと思います。最初の方はわかりやすい見せ場があまりないですが、映像や音のクオリティの高さやキャラクターたちの心情、関係性の深まりをじっくり見ることで、未経験の人でも十分楽しめると思います。今回はここまでです。よければ、チャンネルページから他の動画も見てもらえたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。